皆さんこんにちは。浅葉亀仙流チャンネルの浅葉です。今回はこちらですね、狭小X のマリオカートシリーズ、マリオカートオデッセイシリーズですかね、スーパーマリオスクーターのラジコンの方ですね、こちらの方ご紹介したいと思います。という流れに本当はする予定だったんですが、実はですね、こちら去年発売されたこれマリオカートシリーズなんですが、結構大々的に発売されたので、いっぱいいろんな種類が発売されたので、ご存知の方も多いと思うんですが、結構かっこいいんですよ。思ったより大きいし、すごく出来がいいんですが、こちらの方を、せっかくなので、どれぐらいの走行性能あるのかなっていうのも気になる方も多いと思うので、走らせたんですよ。そしたらですね、まずは動画の方をご覧ください。どうぞ。それでは、右コーナーの方から、試してみたいと思います。はい、今のが右コーナーです。次に、今度は左ですね、左コーナーの方を試してみたいと思います。もう一度右コーナーを走ってみます。で、こちらももう一度、今度左の方を曲がってみたいと思います。という状態です。というわけで、動画の方ご覧いただけたでしょうか。ご覧の通り、左右の回転半径が全然違うもので、基本的にちょっとアンダーステアで、走りにくかったんですが、右はそれでもギリギリ許容範囲だったんですが、左回りの方がですね、ちょっと曲がらなすぎてしまって、極端に言うと本当に曲がろうと思ってるのにまっすぐ進んじゃうぐらい、曲がらなかったんですよ。で、実はこれ、そういう状態なのは分かっていたんですが、これはトイラジコンで、フルアクションの、構造上、片方の何ですかね、左右の回転半径が一緒じゃないとか、そういうのは仕様としてあるのかなと思って、正直諦めてたんですよ、つい最近まで。ただ最近ですね、ふと、思い出したことがありまして、狭小製じゃない、他社製のトイラジコンのお話になってしまうんですが、昔タカラトミーさんから出ていた Q ステアというチョロ Q サイズのフルアクションのラジコンカーがあったんですが、そちらの同じ商品をちょっと2個買った時がありまして、で、走らせたところ、1つは今回と同じような感じで、こう左右の回転半径が全然違うバラバラなものだったんですよ。でももう一つの方はちゃんと正常に動いたんですね。ということは、その時も2つあったから分かったことなんですけども、今回もひょっとしたらこれを2つあって2つ比べた場合には、これはひょっとしたら不良品だったんじゃないかっていうふうにちょっと気になったもので、狭小X さんのユーザーサポートの方にちょっと、メールの方を出したんですね。こういう状況なんですけれども、製品誤差の範囲かないかなとは思うんですけれども、一応ちょっと、問い合わせてみました、よろしくお願いしますと。そうしたらですね、もう翌日にすぐお返事の方が来まして、内容から言うと2つ書かれていました。1つは説明書の4ページにトリムの調整という項目があって、そのトリムをずらすことによって治る、改善する可能性があるので、試していただけないかということがまず1つでした。もう1つ書いてあったのが、それでも改善しない場合は当社の方で検品済みの商品がありますので、そちらの方を送らせていただきますという回答が書いてありました。いや、非常に申し訳ないなっていう気もするんですが、僕のひょっとしたらその説明書を読んでない勘違いなのかもしれませんし、なのでとりあえずはですね、説明書に書いてあるトリムの調整の方をですね、して改善するかどうかの方を、試してみたいと思います。それではどうぞ。
それでは説明書の4ページこちらですね、4ページのトリムを変更してみてくださいということでしたので、こちらの方を参考にしてトリムをちょっとずらした状態で走らせてみたいと思います。トリムはここの位置になるそうです。ではこれを先にじゃあ右の方にちょっとやった状態で走らせてみたいと思います。それではトリムは右に傾けています。なので右の方にこう曲がっていくんじゃないかと思うんですけど、直進が、はい、それの上で右コーナーを回ってみたいと思います。あ、すごく曲がりますね。ということは、反対ですね、左はより一層曲がんなくなったのではないかと思います。一回ちょっと試してみます。それでは今度は左の方に曲がってみたいと思います。あ、全然曲がんないですね。というわけで、まあ、右の方にトリムをずらしたので右側がより一層曲がるようになりました。ではここでですね、問題の左の方にトリムをずらして左の方にずらしてみました。強調のユーザーサポートの説明ではこれで治るのではないかということでしたので、ちょっと試してみたいと思います。まずは右から曲がってみたいと思います。右も普通に曲がりますね。次は左に曲がってみたいと思います。いきます。もう一度行ってみます。というわけで、まあ、ここの部分、これですね、ここの部分のトリムを、まあ、右にずらしたり左にずらしたりですね、いろいろ、あとあのフロントタイヤの方を、まあ、走るたびにちょっとフロントだけこう拭いてですね、グリップを高めて、まあ、より曲がるように、まあ、一応工夫もしたんですが、左の方はちょっと、ここ4畳半の部屋なんですが、4畳半の部屋をこう曲がりきれないっていうのはちょっと小回りは効かないんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。なのであの大変申し訳ないなとは思うんですが、ちょっとこの後ですね、あの強調エクのユーザー相談室さんの方にあのお返事を出して、試したんですけれども、改善しなかったということで、新しいその代替品っていうのですかね、よろしくお願いしますというのをちょっと頼んでみたいと思います。というわけでですね、強調Xさんの方に連絡したもう翌日にこちらの方が届いてしまいました。ちょっと開けてみます。お、なんと軽いからあれかなと思ったんですけど、なんと新品のままが来ました。この状態ですね、新品ですね。検品されているということですので、ちゃんと走るかどうかをチェックしてみたいと思います。それでは動作チェックをしてみたいと思います。まずは右コーナーを回ってみたいと思います。続いては左コーナーを回ってみたいと思います。はい、もう検品済みっていうのはもう伊達じゃないですね。左右ともにちゃんと均等に回っていました。まあ、前回の動画ここではないんですが、走らせた時のように明らかに左右のこう回転半径が違ってた、マリオカートバイクとは違って、今回のものはちゃんと、左右ですね、ちゃんと走るので、これだったら遊べますね。若干まあアンダーステアなのはありますけれども、まあ、それはもう仕様なのでこれはしょうがないと思いますけども、でも全然これはこれなら納得ですね。というわけで今回はですね、強調Xさんの方に商品の方ですね、
サポートの方に、まあ、問い合わせしたところどういうふうに対応してくれるのかなと思ったんですが、今回このように、まあ、結果的には修理というよりは新品交換という形で対応していただけました。ちょっと諦めていたのですごく逆にびっくりしています。巨匠エッグのユーザーサポートセンターの方、本当にありがとうございました。こちらの方ですね、物自体はものすごくかっこよくて気に入ってたので、走行性能まで伴ってくれたので、今後もですね楽しく使わせていただきたいと思います。というわけで今回はスーパーマリオの巨匠エッグさんの方のラジコンのご紹介でした。